はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回はですね、久しぶりになるんですが、ハーツ・オブ・アイアン4、プレイをしていきたいと思います。実はですね、提督の決断4の方が、ちょっとまだね、動画全部出し切れていないところはあるんですけども、最終回の分まで、プレイ完了することができました。で、それに伴ってですね、ツイッターの方で、次、世界大戦もの、違うゲーム、何がいいですかねというところで、ツイッターアンケート方式で、ご意見集約させていただいたところですね、ハーツ・オブ・アイアン4の別陣営プレイというのが一番多かったので、今回はね、その皆さんからのご意見の中で最も多かったハーツ・オブ・アイアン4別陣営プレイというのをやっていきたいと思います。ちょっとね、ハーツ・オブ・アイアン4は久しぶりなんで少し、操作面に不安があるんですが、生温かい目で見守っていただきつつ、また皆さんからね、温かい、アドバイスとか、コメントとかいただければ嬉しいなというふうに思っています。では早速、シナリオを選択していく場面なんですが、1936年か1939年かというところなんですけど、ここはもう1936年一択ですね。で、今回どこでプレイしていくか。以前やった時はイタリアでやりました。まあ、今画面に出ている、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、日本、ソビエト、もうこの辺りはいわゆる列強、大国に位置づけされるところだと思うんですけども、もうこの辺りはね、もうおそらく皆さん多くやられている方の動画を見られたり、ご自身でやられたりしているんじゃないかなと思うので、もうここはね、自分の趣味に沿った内容でやっていこうかなということで、ズバリタイでね、プレイをしていこうかなと思います。僕の動画とかね、ツイッターの方見ていただいている方、こいつタイ行き過ぎだろうって思ってる方いっぱいいると思うんですけど、今回はね、そのタイでプレイをしていきたいと思います。で、一応ですね、イデオロギーは中道になっていますが、まあ、タイはね、いわゆる王政国家、まあ、当時もちろん、当時からかな、王政国家にはなるんですけども、どっちの陣営につくのか、もしくは独自の路線を貫くのか、とにかく僕の大好きなタイをね、守り抜きたい。まあそういうコンセプトでプレイをしていきたいなというふうに思っています。まあ大国ではもちろんなく、中小国でもなく、このゲームの中では、まあ、いわゆる弱小国になっているんで、そのあたりはね、まあ弱小国なりの生き方をしなきゃいけないんですが、まずは、研究枠が利用可能でしょう。帝の民需工場があって、国家方針が設定されていなくて、編成中の師団がないと。ということは、まずは資源も不足してると。鉄が2足りないですね。じゃあ、まずは研究枠からいきましょう。ですね、ちょっとこれ見ておくと、国土は、どうだ？東にイギリス領のインド帝国。違うね。東にフランス。西にイギリス領インド帝国。で、南にはイギリス領のマラヤがあって、っていうところで、まあ、大国に挟まれてる感じか。で、既存の軍団はっていうか、まあ、軍は、陸軍の師団が1個かな。もうこれちょっとフランスの国境に派遣しときましょう。バンコクに駐留させる意味はないので、バンコクにいる軍も動かします。で、唯一いるのが駆逐艦が1隻いますね。ブルルワン級の駆逐艦が1隻いるんで、これはじゃあ哨戒任務に出すか、通商和解か、船団護衛かな。船団護衛の任務に出しましょう。で、これを見ると、まずは、そうだな。まずは、工場は全部で8個あるんだな。で、マレー北部の方には空きが2スロットあるので、この2スロットはすぐに使えると。逆に言うと、それだけだな。で、あとは貿易の方を見ておくと、
ゴムが80取れる以外は何もないと言っていいな。タングステンがまあ2取れるけど、輸出で1個使えると。で、ゴムも40は輸出可能っていうことだな。よくわかりました。じゃあ、まずは研究枠なんですが、理科育、分散して研究して、それぞれ割り振る力は、単位にはない。なので陸軍に特化しましょう。とにかく自国を守る。陸軍を特化していきます。で、当然なんですが、国家方針も陸軍への注力になりますね。まあ、効果はね、研究効果が陸軍系が少しプラスになりますっていうところになりますね。あとは帝の民需工場が2つあると。なるほど。そしたら貿易財を使っていくか。まずは、海軍の造船所は1個作ろう。で、さらに軍事工場も1個作ろう。で、民需から軍事に1個転換しよう。これでいいね。で、鉄が足りないっていう話だったので、まず鉄を獲得しましょう。というところだけど、今どこの国も鉄資源に輸出の余裕があるところがないので、これは後々見ていくとして、さらには徴兵もかけておかないといけないな。今後ね、列強が攻めてくることを考えて、まあ地道にはなりますが、陸軍で徴兵をかけていきましょう。歩兵師団。こんなところですかね。まず最初にできる初手としては。さあ、では、ターンを送っていきましょうね。建設のスピードはかなりとろそうなんで、だいぶ時間はかかりそうだな。して資源不足は早急に解消してあげたいんだけど、どっか鉄資源ある？お、だいぶ枠が、余裕が出てきてるところがあるね。一部。そんなに多くはいらないんで、2だとね。3、4ぐらい枠をくれるところを探したいな。ソビエト、アメリカ。いや、遠いよな、アメリカとかね。できれば近くがいいんだけど、近くの国ではそんな融通の利かせてくれるような国はなさそうだな。鉄をね、融通してくれるところがあればいいんですけど。そうするともたもたしていてももったいないので、ソ連からもらうか、アメリカからもらうか、アメリカからもらう？アメリカはね、絶対滅びないでしょうと。だ、30にもいらないんだよな。2、3でいいんだよね、2、3で。輸送船こんなに使いたくないんだよな。もうちょっと様子見ますか？ちょうどいい具合のところがね、あればいいんですけどね。イギリス領、インド帝国はそれなりにあるね。枠的に、お、オーストラリアがいいね。オーストラリアだと8、12か。12個まで購入できて、4隻、15隻の輸送船のうち4隻の使用で済むんで、これでいこう。オーストラリアから、輸入しよう。これで一旦はターンを進めていい状態になりましたね。あとは建設のスピードを見ていくだけかな。あとは完成予定日が6月の29日。今が1月なんで半年先か。だいぶ先だな。そうなると軍需工場を先にする？完成予定日は10月。これも10月か、だいぶ先だな。あとはじゃあ生産系をちょっと見ておきますか。今だと、1個だけ？しょうがないね。
こんだけ資源も乏しくて、軍の数も少ないと何もすることがないな。飛行場が1個あるな。飛行場を見ると、一応戦闘機と近接の航空支援機が、60機と12機、計72機配備されてますね。で、世界の方に目を向けておくと、列強っていうところもまだまだ動き始めるところではないな、さすがにね。ご覧の状態になってます。もう今回のね、タイプレイは生き残ることに全てを注ぎましょう。僕の大好きなバンコクを守る。ここね、バンコク。あと、パタヤがね、多分この辺にあると思うんですよね。この辺に。パタヤが。あとは、チェンマイとかが、ああ、チェンマイありましたね。ここにチェンマイがあると。で、当時やっぱり独立していたのはね、ご覧の通り、このマレー半島だとタイだけなんですよね。他はもう全部欧州列強の植民地になっていたんで、まあ、ちょっと残念な感じにはなってますよね。オランダ、フランス、イギリスあたりが進駐してきていたと。で、日本は、この後は満州の方に多分進出していくんだろうな。で、まあ、今お話した通り、今回生き残ることを前提に考えてますんで、一応1945年8月いっぱいまでのプレイを予定したいと思います。1945年8月です。そこまでひたすら生き残ることだけを考えましょう。このね、タイというこの大好きな国、このタイの独立を守る。結局タイはね、終戦まで独立は守りましたからね。一応ね、我々も8月まで、1945年8月まで何としても独立を守りましょう。大好きなタイを守る。で、建設系を早めたいんだけど、これは、さっきも言ったように10月か。で、ラインラントに進駐があって、陸軍への注力の国家方針が終わったんで、次の国家方針を定めていきたいんですが、陸軍系でいくと自動車化に注力とかそういう余裕はないんで、装備の向上に注力しましょう。これをやると、歩兵の武器と支援砲兵の研究ボーナスが上がりますね。で、徴兵はどうなってるかというと、徴兵も全然進んでないな。歩兵装備が足りてない。ってことは、歩兵装備を増強してあげなきゃいけないんだな、けれども、というところか。軍需工場をもうちょっと増やす？そうなると。軍需工場を増やそう。で、歩兵に割り当てる生産ラインをちょっと増やしましょうか。とは言ってもだいぶ先になるな。都市化していかなきゃいけないってなると、インフラレベルを上げていかなきゃいけないんだな。インフラへの投資していく？政府の刷新が来てるんで、そうすると、研究と生産系に割いていきたいよな。インフラ系がいいけど、どうする？工業か。理論か。参謀とか、この際、いらないんで。政治顧問もいらない。政治顧問もいらない。民間経済？軍需工場の建設速度がマイナス30になる。これはいらないな。輸出重視。これも微妙。志願兵のみはないな。志願兵のみにしてると良くないんで、限定的徴兵にしよう。いや、待て、今は限定的徴兵にする必要ないな。すぐ戦争が起きてるわけじゃないですからね。そうなると戦車もいらない。いらない。
どうする？今欲しいのは、アディスアバエバの条約が締結されてますね。イタリアがエチオピア併合ですね。建設速度が上がるっていうのは嬉しいな。どうする？ただ、民需向上、インフラ、生成所でしょ？今欲しいのは、そういうのじゃなくて、軍事系の向上の先に欲しいんだけどな。そしたら、装備を新しいものに変えてだ。さらに、研究枠で、何を研究していくかっていうのを、考えていきましょう。ちょっと一旦時間止めます。研究枠は、陸軍のドリトリン、ドクトリンだな。ドクトリンで、機動戦にするか、優先火力にするか、大規模にするか、大量突撃にするか、まあ、ここは機動だな。戦車、どうする？移動によるか。ただなぁ、装甲化するっていうのはできないからなぁ。優先火力がどうなる？対人攻撃力が上がるか。よし、これにしよう。んで、もう一つは、どうする？ 1938 年のものをやる？改良型歩兵装備を入れよう。対人攻撃力が上がる。この二つを入れていきます。で、国家方針は、装備の向上ですね。もう徹底して陸軍ですね。まあ、タイはね、海にも面しているんで、陸海軍も本来は増強しなきゃいけないところなんですけど、その余裕がないんですよね。さて、どうするかな。軍需工場の生産量を上げたいんだけど、この輸出重視にすると工場生産量が上がるってなってるけど、これ民需工場も軍需工場も両方なのかな。だとしたらありがたいよね。よし、これにしよう。いや、今は輸出重視になってるよっていうだけの話だな。これにする意味はないんで、どうしようかな、本当に迷う。軍需製品の設計会社にすると、下方研究が、短く、歩兵装備だな。これにしよう。んで、徴兵の方はどうなってるかというと全然進んでないな。装備品が足りてないんだよね、装備品がね。軍需工場の方にもうちょっと転換してあげたいな、そうなるとね。10月には軍需工場が一つ増えてくるんで、そうすると、まあ多少はね、歩兵の徴兵速度が上がるかなっていう期待感はあるんですけど、まあそれにしてもまだ先だからな。生き残りだけを考えた場合でも、この弱小国は結構厳しいっていう情報を見るんですよね。で、タイでプレイしたことがあるっていうのはちょっと見たことがないんで、攻略方法とかも全く手探りなんですけど、とりあえず生き残るんであれば、国境に、あるいは、海岸沿いに、歩兵手段を大量に配備するしかないと思うんですよ。そこなんですよね。となると、ゴムとか輸出でどんどん輸出して金を作っていくっていうのも一つの手だな。ゴムを欲してそうなところ？
そういうところにね、バリバリ輸出していくっていうのもありですよね。あと8輸出可能か。もっともっとね、輸出していってあげてもいいかなって気はするんだけど。あとはアルミ、石油が全然取れないんだな。もうこのあたりは石油、考えておいた方がいいな。早めにね。そうすると石油くれそうなところ。今はどうにもならないってこと？臨時工場、困ったな。全くもって工場に余裕がないな。ってなるとインフラにやっぱり最初に投資していかざるを得ない感じかな。インフラ投資だな。特にこの辺りはね、率先してやっていかないといけなそうだな。国家方針は、次は装備の、工場注力3をやっておきましょうか。研究機関のペナルティを軽減してくれる。これね、ペナルティっていうのは今の時代よりも先の、技術を研究すると、研究期間が伸びるっていうペナルティを受けるんですが、それを軽減してくれるっていう内容ですね。陸軍系をじゃあちょっと強化するんで、陸軍の長官を入れますか。陸軍の攻撃が上がる。陸軍の長官を任命しておきます。1945年までまだまだ長いね。第11回、夏のオリンピックは最近ドイツのベルリンで開催されたということですね。ドイツ選手は33個の金メダルを獲得、最も多くのメダルを獲得したんですね。アメリカはドイツに次ぎ24個。なるほど。まあ、オリンピックは平和の式典、祭典とも言われてますからね。まあ、今だと、ピョンチャン、東京オリンピックに安倍首相が韓国に行くのか行かないのかっていう話もありますけど、その韓国はこちらです。そしたら飛行機飛ばしておく？いやでもな、無駄に飛行機飛ばしてもしょうがないからな。刺激するだけですからね。敵国を。敵国？いや、隣国だな。ね、タイのいいところはね、もうとにかく緩いんですよ。まあ、いいか悪いか、それをね、悪いと思う人も中にはいるのかもしれないんですけど、例えばですね、どっかのお店に昼頃に行くと、シャッターがガラガラガラっと降りていて、スタッフがお昼ご飯を食べに行ってるため、一時的に店を閉めますとかって全然あるんですよ。あとね、店のスタッフも全然座って、スマホいじったりしてますからね。日本のスタッフみたいに常に立ってせこ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 してないし、まあ、そういうところがいいか悪いかっていうのはもちろん別なんですけどね。そういう緩い雰囲気にね、日本の環境にいるとたまにやっぱりね、浸りたくなるんですよね。では次は268日かかりますが、バンコクを守る、タイを守るっていう意味ではこういうものも必要でしょう。まあもちろんタイはね、めちゃくちゃ暑いんで、結構日が落ちてからね、活気が出てくる場所もあったりするんですよ。で、まあ僕は当然、バンコク、タイで働いてたりするわけじゃないで、観光で、まあ短期で行くわけですね。まあ長くても10日間ぐらい。短い時だと、まあ3泊とかで行くんですが、そうなってくると、
やっぱりタイでしか味わえない日本と違う空気にどうしても憧れというかね、羨望の眼差しを向けてしまうんですよね。そういう意味ではね、今年の目標は月1タイ旅行ということで、1月、2月とタイに旅行に行くのは確定してるんですが、あとはね、3月の航空券を今探してるんですけど、3月のね、航空券がね、やたらと高いんですよ。めちゃくちゃ高いですね。さあ、陸軍系が一通り来るところまで来たんで、装備系ですね。次はドクトリンに割いていきましょう。3月はやっぱり学生さんが春休みなのか何なのか、タイへの航空券、いわゆるメガキャリア系の ANA とか JAL、で僕はスターアライアンス系のマイル貯めているので、ANA を探すんですけど、まあ、軒並み高いですね。で、同じスターアライアンス系のタイ国際航空、これもね、だいぶ高いです。で、LCC、タイまで行っている、スクートとか、エアアジア、直行便が出ているのも、まあ、やっぱりね、割増になってます。で、乗り継ぎ便ってなると、社会人の僕からすると、やっぱりね、時間が惜しいんで、多少高くても直行便を選びたくなるんですよね。まあ、そこはね、本当に学生の方、まあ、どれだけこの変なチャンネル見ていただいている方いるかわからないんですけど、ぜひぜひですね、本当に、学生のうちにいろんな経験をね、積まれるといいんじゃないかなと思います。じゃあ、ここは最高司令官なんですが、陸軍の兵站管理に入れておきましょう。で、研究枠の利用が可能になってるんで、これは、そうすると、支援課金2を入れておきますか？支援中隊とか入れておく？工兵中隊。まあ、支援装備とりあえず研究しとくか。いや、待ってね。アルミがそもそも足りないんじゃないの？うちは。まあ、今研究しちゃったんでいいですけど。スペインでの内戦が勃発というニュースが入っています。まあ、これは、だいぶ遠いところで起きてる話だっていう感じになっちゃいますね。このタイにいると。そうすると輸出だな、貿易。ああ、輸入だな。アルミの確保をしたいですね。アルミゼロだからな。アルミをね、1個2個でいいんですよ。1個2個で。1個2個くれるところないかな。さすがにそんな、満州だとくれる？満州からじゃあ2個もらいましょう。まあ、ちょっとね、今今だと工場が足りてないってことになっちゃいますけど、確保だけしちゃいましょう。確保だけしとかないとね。どうにもならないんで。あとは、石油もね、必要になるからな。イラクからもらっとく？で、輸送船が足りないんで、輸送船ね、造船所作ってるんで、作ったら、早速、輸送船をね、配備していきたいんですが、これが出来上がるのはだいぶ先だな。今は軍需工場を作っているのが1個終わって、民需から軍需への転換が進んでいて、これがもうちょっと時間がかかりそうですので、ね。で、生産ラインの方なんですが、ラインが1つ入っているんだな。これはこの後、支援機器の方に1個工場を回しましょう。で、さらに言うと民需工場をもう1つ転換せざるを得ないな。軍需工場に割こう。こうやってどんどんね、軍需工場が増えていくっていう。ドクトリンの工場。これ、国家方針が一つ進みましたね。そしたら次はドクトリンの工場にしましょうね。はい。というわけで、まあ大体時間30分くらい経ちましたので、こんな感じで、波風を立たせずにひたすら1945年まで生き残るっていうね。そういうプレイになるので皆さん退屈されてしまうかもしれないんですが、そのあたりはちょっとね、僕がタイに旅行に行ってる時の話とか、タイってこんなとこだよって、まあもちろん全部を知ってるわけではなく、僕が知ってるタイなんていうのはほんのわずか、ほんの一握り、ほんの少しなんですが、そういう話をね、少しずつしながら、
今回のハーツオーバーヤンをタイプでやっていきたいと思いますので、今後もぜひぜひ、お付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにしてですね、次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。